ルイーズ・ラベルイーズ・シャルランペラン・ラベは、16世紀、フランスの女性詩人。モーリス・セーブなどと並び、ルネサンス・キリオンで活動した代表的な詩人であり、ラ・ベル・コルディエールと呼ばれた。ルイーズ・ラベは、リヨンに生まれ、この町に、いくつかの邸宅を保有していた、富裕な、綱商人、ペランと結婚した。夫の財産は、十分にあったので、文学に魅せられた彼女は、書物が貴重で高価な時代にあって、ギリシャ語、ラテン語、イタリア語、フランス語、スペイン語の名著を取り揃えた。また、彼女はベルクール広場の近くに広々とした庭園を所有していた。モーリス・セーブやペルネット・デュゲーと共に、ラベはリヨン派に属していた。とはいえ、この派はリヨンで活動した詩人たちをまとめて呼ぶ時の呼称であって、プレイヤード派が意味するような一つの詩派とは呼べないものではある。彼女の作品を読めば、彼女が同時代のリヨンで活動していた詩人たち、とりわけ出版業者、ジャン・ド・トゥルヌの工房にゆかりがあったオリビエ・ド・マニやジャック・ペルチエ、デュマンと合作していたことが確認できる。彼女が作詞に励んだ時期は、ルネサンス期フランスの詩人たちが旺盛に活動していた時期にあたっていた。この頃は、フランス詩が、ジョア・シャン・デューベレーのフランス語の用語と兼用によって、理論的基礎を与えられた時期である。また、カトゥルスやホラティウスのような古代の詩人やペトラルカのスタイルに従ったり抗ったりする形で、ロンサール、マニ、ポンチュス・ド・チアールらが詩を作り、その文学的地位を高めた時期でもある。ラベの場合、彼女が自筆していた、オビディウスの変身物語や、その他の作品、特に、冥府の書簡などの影響を受けた。彼女の文化は、イタリアルネサンスの文化であるとも言える。彼女の作品、狂気と愛をめぐる討論は、部分的には、エラスムスのチグガミライさんに現れた狂気をめぐる認識に影響されているようである。彼女は、多くの同時代人たちの前で、ペトラルカの最も有名なソネットの一つを、自己流で朗唱したりもした。彼女はギヨーム・ド・ロリスを引き継いでバラ物語を完成させたジャン・ド・マンの様式には断固として反対した。彼の様式はロリスの神話的で象徴的な物語を非常に凡庸な記述で引き継ぐものであり、著しく女性蔑視的でさえあったためである。ラベの作品集は一貫本であり、その中には後にジャン・ド・ラ・フォンテーヌがその作品の中に寓話の主題の一つを見出すことになる、狂気と愛をめぐる討論や、三つの愛歌、殺法に続いて、女性の情熱を歌い上げたことで有名な24編のソネットなどが含まれている。以下に、彼女のソネの一部を紹介する。彼女は1566年にパルシュー・アンドンブで没した。このエピグラムは1556年に再版された、ラベの作品集に収められたもので、クレマン・マロの作と推測されている。彼女の生涯についてはほとんど知られていない。我々が目にしうるものは、時には彼女の書き物から批評家たちが想像した結果だったりもするのである。曰く、ルイーズ・ラベは騎士だった。ルイーズ・ラベはレズビアンだった。ルイーズ・ラベは売春婦だった。等々。16世紀文学の専門家の中には、ルイーズ・ラベは、モーリス・セーブの周りにいた詩人たちが入念に作り上げた虚像であったとみなすことで一致している者たちもいる。2006年に研究所を上司したミレイユ・ユションもこの仮説を推し進めている。ありがとうございます。